見事ね。全く違う舞なのにあそこまで合わせられるなんて。たく、じゃれてばかりのくせにこういう時だけ息が合うんだよな。こちらでもバックアップと報酬の準備を進めておくわ。よろしくお願いね、使徒の浦田英傑也さん。了解だ。とっとと本題に入るためにもね。バンさん、アーロンさんも改めてお久しぶりですなんだかちょっと懐かしい感じですね。二月そこら離れてたくらいでしゃらくせえやりとりはいらねえだろ。だがまあ、少し見ねえうちにまた老けたみてえだな、おっさん。老けてねえっつの。たく、このガキは相変わらずだな。そうなのよね。年末年始も目を離せば遊び歩いてばかりで、ちょっとはフェリーを見習ってほしいわ。ああ、新年祭の巫女役ってのも立派に務め上げたんだってな。はい、クルガに代々伝わる炎の歌と舞を受け継ぐ役目です。久しぶりの代替わりということで思った以上に時間がかかってしまって、本当は首都やメッセルダムの件もお手伝いしたかったんですけど。まあそこは気にすんな、一応なんとか乗り切れたしなしかし感動されてたくせにそんな大層な役目に選ばれるとはな今だから言えますけど、私も正直びっくりでした。昔からいつかお兄ちゃんが引き継ぐと思っていたので。巫女にして巫女、男が継ぐ場合もあるらしいが。ま、俺からしたらチビでガキなのは変わらねえから安心しろや、うん、そういうアーロンさんはもう少し大人の自覚を持ってください。だこら、やりますか。わかったわかったからじゃれるな。
騒がしいってろ。二日酔いに響くだろうが。もうジャックもいい加減シャキッとしなさいよ。だから酒場での情報収集なんて行かせたくなかったのよね。ルセやな、聞き込みの定番だ。きっちり掴んできたんだからいいだろう。そんじゃま、始めるとするかよ。俺とチビにとっちゃ久しぶりの 4SPG よな。ここが二番街ですか。一番街とはだいぶ雰囲気が違うんですね。そういや、前回の出張では来なかったな。ルー家のお膝元である一番街に対して、ここは東方人街における旧市街。下積み時代に滞在してた頃は 2,3 回ほど立ち寄ったっけな。しかし久しぶりの 4SPG ね。ああ、なんだその生温かい目は。出かける前にアシェンさんから聞きましたよ。毎年新設前後で起きる街のいざこざをお友達と対応していたそうですけど、今年は噂を流して掲示板で困りごとを集めて状況を俯瞰しながら動いていたって。それって裏解決屋としてのやり方ですよね。別にそんなんじゃねえ。効率いい方法を取っただけだっつの。意外と可愛いところあるよな、コートのキリンジ。うぜんだよって、アシェンのやつ余計なことを。ま、それはさておきだ。ジャックの情報が確かなら潜伏先はここで間違いなさそうだな。ああ、来家の残党らしき連中が二番街に出入りしてるっつう話だ。加えて歌劇場でアシェンの動きを見張ってやがったデバガメ野郎、それらしい奴がこっち方面に来たのもシドたちの情報網にも引っかかってな。あとはそのシャードサーチっていうのがありゃアジトを割り出せんだろ。アルマータの遺産、いや第8のゲネシスの外郭だったか。そいつを探す肩慣らしだ。とっとと裏切り者ども締めちまうぞ。バンにフェリーダもせいぜい油断すんなよ。タグ、どの口が言ってんだ。早速行動開始ですね。
このでかい門構え、月下流の道場だったか。ああ、その総本山だ。俺も一時期通ってたな。立派ですね。頼んだら手合わせしてもらえるでしょうか。って道場破りかよ。怪しい足跡の反応があります。参る。決めろ、アーロン。レッカバン。どうせ強行突破だ。ド派手に行こうじゃねえか。敵へ多数、迅速に制圧します。よし、まずは上の階を目指すぞ。悪くねえ。侵入者はまだ片付かんのか。こんなに地に仕掛けてくるとは。てめえらだな、残党どもの中枢メンバーは。動かないでください。貴様はアーロン・ウェイ。義援領子飼いのルーケが直接来るなら気づかぬはずが。誰が子飼いだ。誰がルーケでもねえ。俺は俺として、幼なじみからの頼まれ事を片付けに来ただけだ。今なら好きな方を選ばせてやるぜ。このままおとなしく投降するか、ボコられてから引き渡されるかをな。やれやれ、悪役みてえな決め台詞を吐いてんじゃねえよ。仲間を裏切った人間相手に容赦は不要だと思いますけど。ま、筋が通ってねえのは確かだな。オラシオンでのデスゲームを制した。どうして貴様たちまで。これまでか。構えろ。こいつらがいたか。長老家に仕える教主ども。兵ゆえでも指折りの精鋭ですか。形勢逆転だな。いくら貴様らでも彼らにはかなうまい。ことでは失態を演じたが、もはやなりふりは構わぬ。来家復権のため消えるがいい。今さら復権とかどう考えても不可能だろうが。それに、なめんじゃねえ。裏切り者どもの拳なんざ届くかよ。ルーケの教師ほどの圧はありません。何としても乗り越えるだけです。それでこそ皆様かと。何者だ。お前さんは。リゼットさん。おいおい、こっちに来てたのかよ。連絡が遅れてしまい申し訳ございません。マルドゥック社のとある出張業務に特別に同行させていただきまして、
リゼット・トワイニング、今これよりアークライド解決事務所に復帰させていただきます。いいだろう、再契約受けたまわったぜ。頼もしいです、リゼットさん。業務とやらはさておき、こうなれ勝ち確だな。一人増えたところで何が変わる。滅するがいい、裏解決や。てめえらがな、行くぜ。敵はほふるのみ。ここです、この木は逃しません。どうかご覧あれ、アクセル。いやー、終わりです。レディエンス進化。ブーストゲージ上限開放。はあ、やったか。おのれ。やりました。ざっとこんなもんだろう。助かったぜ、リゼット。バン様たちならば無用な加勢かと存じましたが、アーロン様、締めはお任せします。たく、当然のように状況を把握してんじゃねえっつの。反乱はこれで幕引きだ。観念して現実を受け入れろや。ここにいたのか。って、アシェンお嬢さんは一緒じゃねえのか。おお、シドたちか。何慌ててんだよ。何かあったのか。そう、それが。とにかく来てくれ、アロン。ついさっき、ファンターレンが。信じられないニュースが飛び込んでまいりました。あ、今捜査官と共に顔を出した模様です。クーロン銀行の副頭取ファン・ルーシです。この度の脱税疑惑で行われていた家宅捜索が終了、連行される模様です。ファンおじさん、てめえら何を考えてやがる。一体どういう了見で。アーロン、すまない、心配をかける。留守の間よろしく頼む。アシェンさんのお父さんが脱税疑惑ですか。ありえねえな、あらゆる意味で。ルーケ始まって以来の事態だろう。義援爺さん、
逃れようのない証拠が上がった。取り調べも時間がかかろうな。証拠って、おい、ボケてんじゃねえぞ、じいさん。おじさん、ファンのおっさんが、ファンターレンがパクられるなんざ。わかっておる。だが、もはや、ことは動き出したようだ。なすべきことをなすがいい、アーロン。アシェンにも、そう伝えよ。は？何言って。じいさん、こんな時にタチの悪い冗談をかましてんじゃねえよ。なあ、義援じいさん。両方院に運ぶぞ。至急連絡を。搬送された義炎楼のお体からとある遅効性の毒物が検出されました。依然処置は続けられていますが、予断を許さない状況でしょう。いえいえ。クソが。バンさん、昨日に引き続いて裏解決屋に協力を依頼できるかしら。もちろん相応の追加報酬は用意させてもらうわ。臨時ではあるけど、当主代行として。探し物のさらなるバックアップも含めてね。いいだろう。裏社会については裏解決屋も他人事じゃねえ。ルーケを出し抜いた何者かを放置したままコートで動くってのも違うだろうしな。ええ、各地の不穏な動きも考えれば必要な危機管理でもあるでしょう。何としても解決しましょう。アーロンさんとアシェンさんのためにも。てめえら。改めて契約成立ですね。 4SPG についてはすでに手配してあります。いくつか張り出され始めているようなので、どうぞそちらもご活用なさってください。今朝、いや、もしかして昨日の時点でか。たく、
あんたは相変わらず抜け目ねえな。不在の隙をつかれた出店、私も取り戻すのに必死ということです。どうかお気をつけて、成果のほど期待させていただきますよ。まずは 4SPG の確認、それから昨日の件に関しての情報収集。カシム警備主任に話を聞く場合は港湾区に向かうべきかと。午前中の段取りは以上でよろしいでしょうか。やれやれ、お前さんがいると途端にやりやすくなるな。社長様も肩なしだな。あらまあ、裏解決屋班たちやないの。来ないなところで再会するなんてね。え、あなたは。って待てや、その声どっかで。一体ここで何をしてやがる。結社の執行者ナンバー3、黄金町。いややわ、ルクレツヤか、なんならレティ呼びでもかまへんよ。見くらう蛇の結社最強の一角と目されている。そんなに怖い顔せんと。知らん中でもないんやし、ちょうど暇してたところなんよ。よかったらお茶につきおうていかへん。さあ出発すんぞ。あれがマルドック社。機体の運び込みは完了。演習開始は定刻通りの予定です。結構。正式配備後初の本格的な実戦演習、いいデータに期待している。我々もご期待に添えられるよう努めます。お兄ちゃん、ミラベル、お疲れ様です。海軍関係者に
あのメガネは。フェリーダ、こちらに来ているのは聞いていた。バン、君たちとは久しぶりだ。ああ、去年の異変以来になるか。あんたの方は妹と同じく里帰りしてたって聞いてるが。はい、毎年新年祭の時期には帰ってきてくれてるんです。まさかすぐにこんな形で会えるなんて。そうだな、これも炎とアルーシャの巡り合わせか。そっちの SC の姉さんは直接会うのは久々になるな。定常の件で世話になっとるし、あんまり久々って気はせえへんけどな。ま、リゼットも無事に合流できたみたいで何よりや。解決事務所復帰の段取り手伝ってくれて助かりました。水臭いこと言うんやないで、いつも通りコーヒー一杯でええわ。いや、しかし話に聞いてたアーロン君に主任殿の妹さんにも会えるとはな。いつもリゼットが世話になっとるな。今後ともよろしく頼むで。こちらこそです。メイドのダチって聞いてたが、全然タイプが違うみてえだな。よく言われます。裏解決屋の面々、次はコートに出張か。メッセルダム方面の話は聞いている。カトルと興味深い状況に出くわしたのもな。やれやれ、随分と耳の早い子って。せっかくだ、少し場所を変えて話を聞かせてもらおうか。お兄ちゃん、演習の方頑張ってね。私も頑張るから、バンさんたちと一緒に。そうか、新年祭での巫女役で得たもの示してみせるがいい。うん。さて、何をするの？よし、行くか。
安定の親父臭さだな。やっぱ本当はアラフォーなんじゃね。うるせえな。いい加減偉人じゃねえっつの。てめえもあと 4,5 年もすりゃ嫌でも老けてくるんだからな。俺は50過ぎても女型張るつもり満々だからな。なんなら論来の時みてえにまた煽ってやってもいいんだぜ。てな。やめろっつの。たくこのガキは。ま、たまには足を伸ばして入る風呂もいいもんだ。お前も少しはほぐれてきたみたいだしな。家族を、てめえの居場所を傷つけられてお前が怒らねえわけがねえからな。前の時みたいに一人で突っ走ったりしねえ分、少しは大人になったってところか。うぜえな。勝手に見抜いた気になってんじゃねえ。てめえ一人でできることなんざたかが知れてる。前の時に散々思い知ったからな。だったらあんたやフェリたちの手もいくらでも借りてやるだけだ。自分の中の暗い穴に抗い続けて奴とは違うことを証明し続けるためにも。てめえだってその覚悟はとっくにできてんだろ。あと 4,5 年もってのが当然みてえに言えるようになったみてえだしな。お？たく、このガキは。ま、ある意味似たような境遇同士、お互いしっかりしていかねえとな。だからうぜえよ。よく考えたらリゼットさんと二人きりでお風呂って珍しいですよね。確かに首都では何度かご一緒していますが、以前論来でご一緒した時よりも少し背が伸びられたようですね。そうでしょうか。自分では分かりませんけど。まだ13、いえもうすぐ14歳ですか。私には眩しいばかりです。生身だったとしても成人を過ぎると成長著しくとはいきませんから。そういうものですか。それまでに私自身ちゃんと答えを出せるのかな。フェリ様。いえいえ、何でもないんです。それよりリゼットさん、ぜひ教えていただけないでしょうか。アニエスさんやリゼットさんのようになるためにはどんな努力をすれば。これも思春期でしょうか。さ、長湯はほどほどにして、そろそろサウナとしゃれ込むか。せっかくの機会だ。いつかのリベンジをさせてもらうぜ。我慢勝負はもういいっつうの。言っただろ、サウナは神聖なセッションで。あれ、もう上がっちゃうのかい。どうや。なんで嫌がる。せっかくだからご一緒させてもらおうかと思ったんだけど。あれ、なんでそんなに驚いてるんだい。いやー、まさかこっちだと婚約が一般的じゃなかったなんて。でもまあ、バンたちしかいなかったから別にいいよね。
目的地に向かいます。いっぱい引っ掛けていくか。次どこ行く？ちょっと不安だけど、アーロンもいるんだし。よう、アーロン、また何かあったらよろしく頼むぜ。ああ、任せとけ。住民の皆様、思ったより落ち着いていらっしゃるようです。バレたってこと？ま、別にいいか。依頼にも興味はないけど、イクスが乗り気ならやるだけ。やはりたどり着いたか。お兄ちゃん、まさか先客がいたとはな。MK も嗅ぎつけたか。ああ、こちらも今来たばかりだが、メイン AI によってレッドゾーンエリアの中でも特に警戒を必要とする場所、フェイタルスポットとしてこの会食堂が導き出されたからな。ここから先は俺も同行させてもらう。はあ？それって、 MK 社の行う危機査定ミッション、警備主任直々に私たちと協力してですか？いや、急やるけど堪忍したってや。正直警備主任なら単独でも対処できる案件やと思うけど、ソーン大工 GM に状況を伝えたら裏解決屋に協力するよう言われてな。あの小悪狐が。それだけの状況ということですね。そういうこっちゃ。詳しくは知らんけどな。それじゃあカシム警備主任、早速始めるとしようか。サポート担当はミラベル・アールトン、現地協力者も含めてバックアップさせてもらうで。了解した、アールトン SC。 これより危機査定任務を開始する。たく、いきなりすぎるが、戦力としちゃ願ったりかなったりか。短い間だろうがよろしく頼むぜ、カシム教官。社名である以上是非もない、バン。それにフェリーダも改めて成長を見せてみるがいい。うん。
これは動力波への干渉、結界の中心が近いせいかもしれません。やっぱただの不術じゃねえな。お前ら油断すんなよ。生き返るぜ。うわ、誰に言ってやがる。妙な、ノーマール。やめておけ。その者たちだけならともかく、カムシンは貴様らではどうにもならん。すみません、ガウラン殿。我らはあなたに従うのみ。あの人は二番街の道場に現れた。そういうことか。戦国もまみえたが、元雷家暗部が筆頭ガウラ、お前たちをほふる者の名だ。面白い。簡単に駆られるつもりはありません。噂の筆頭剣士、やはり尋常ではありませんね。ここで姿を現したってことは、あの反乱に乗らなかったのもフェイク、あんたが裏で糸を引いていたってわけか。好きに解釈しろ。俺はただ目の前の敵を食らうのみ。荒々しい息吹。がっつきすぎだろ。フェイタルスポットたるゆえん、構成員だけでは足りないと思っていたが、滅多に表に出ないという月下最強の武闘家、驚異度査定にはいい機会か。俺の器を測るか。面白い。ならばせいぜい満足させてみろ。行くぞお前ら。じいさんたちの落とし前、今こそつけさせてもらうぜ。どれほどのものか確かめさせてもらうぞ。ブーストが有効だぜ。こっちです。はあ、これで決めます。いやあ、とどめです。イグニスランページ無格無念。これが裏解決屋か。アーロンさん、限界突破だ。覚悟を決めな。バンドロイズライド。拍子抜けだな。どうだ。このまま押し切って。キリンジに裏解決や。この程度か。死ね。だがやはり貴様だけは別格だな、カムシン。俺の活絵を、乾きを、このまま満たしてもらおうか。戦闘狂、いや、それだけではないな。だがあいにく、
こちらは任務だ。個人的な事情に付き合う義理はない。甘い。てめえ、イカルガの、はい、そういうことか。言っただろう、バイトをしてるってね。敵対関係になるとは思わなかったけど、いざという時まで助太刀無用。ちょうどいいタイミングだったかな。いい腕をしているみたいだけど、彼ら相手に正面からの勝負にこだわりすぎたね。ああ、少々高ぶりすぎたらしい。それにしても面白くなってきた。俺たちにも興味が湧いたか。少なくとも最後の連携は悪くなかった。果たしてまぐれか本物か、改めて試すとしよう。あれはゲネシスの外郭。一体いつの間に。こんなものに頼る趣味はないが、かの者のオーダーでもあるからな。さらっと気になること。さらに黒幕がいるってことかよ。本気モードってわけか。ならこちらも、バンたちにカムシンとやり合うチャンス逃す手はないからね。こっちもスイッチを入れやがったか。白金の牽制のカス、相手にとって不足はない。どいつもこいつも。だがやるしかねえ。ここから先は一、二次秒も気を抜くな。どんな手を使っても乗り越えるぞ。ウーロ、警備主任と連携しつつ格好撃破しましょう。シャード展開。もう一度だ、改めて実力を見せてみろ。臨場させてもらうよ。始めようか。アルフ、うわぁ、取らさない。おそらく保証ホーダー、チャンスだ。続けよ、ダイ切り裂け。ここお兄ちゃん、ここうわ砕けろ。頼む、リゼット状。リゼット、タグレ！よく知らせ、シュート！ほう、それなりにやるようだ。さすがバンたちだね。フェリ様、ここだぜ！ターゲット捕捉、逃がしません。ひとフルでゆらゆら。恐る恐る、こうだ！フィーバータイムだ！決めろ、アーロン、キスイ！頼んだぜ！セオスだ！気に入ったぞ。それでこそだ。まだまだここからだ。成長しました。ま、こんなもんだろう。